フェーディングアズの使い方を説明します。このツールはですね、フェードインする、まあ、テキストの広告ですね、フェードイン広告を作ることができるというプロモーションツールです。はい、それでは使い方を説明します。コンテンツは全部で1、2、3と入力することができます。はい、これはですね、必須ではありませんけれども、まあ、できれば3つ埋めていただいた方がきれいに表示されますので、入力してください。ではまずコンテンツ1から入力していきます。で、HTML が使うことができますので、まあ、文字を太字にしたりとかリンクをつけたり、そういうこともできます。ではコンテンツ2ですね。で、コンテンツ3を入力します。これで3つ入力しました。あとは横幅と高さですね。これは半角の数字を入れてください。ピクセル単位で指定することができます。今回とりあえず 350×350 の大きさにしてみようと思います。ここまで入力しましたら、送信ボタンを押してください。そうしますと、下のですね、スクリプトのコードが更新されますので、この中の枠をですね、すべて選択してコピーしてください。コピーしたコードを HTML ソースに取り付けます。このコードはですね、ボディタグの中ですね、ボディからスラッシュボディの間でしたら、お好きなところに取り付けてもらうことができます。今回付けた場所はですね、テストという文字ですね、この下にちょっと付けてみました。で、このコードを取り付けるときには HTML ソースを編集しますので、テキストエディターかメモ帳で開いてください。で、ホームページを編集するソフトで開いた場合には、 HTML タグの編集モードに切り替えて操作をしてください。で、取り付けたら保存をします。ではコードを取り付けた HTML を開いて動作を確認してみてください。こんな風にですね、フェードインしてテキストメッセージが表示されます。で、1番、2番、3番ですね、この入力したコンテンツのテキストの文章部分がですね、順番に表示されます。で、ローテーションですね、ローテーションで1、2、3、1、2、3という形で繰り返し表示されるという動きでします。以上ですね。フェーディングアズの使い方説明を終了します。ありがとうございました。